かつて映画にしか存在しなかったデジタル技術は今現実のものとなっています。それを可能にしているのが電子部品。デジタル社会を支えている電子部品を50年以上にわたり作り続けている和歌山太陽誘電。自分たちの会社で作った製品が普段使っているスマホとかに使われているっていうのがすごい誇りに思います。それだけ多くのユーザーに使われてているというところに責任感ですとか使命感というものを感じてますね。近年デジタル機器は日進月歩で技術革新を繰り返している。時代についていく製品、さらには時代の先を行く製品の開発が求められている。優れた製品を生み出すにはあらゆる視点を持つ人材が必要。こうした考えから理系の人材のみならず多様な分野から人材を求めている。電気の回路の仕組みとか全然わからなかったんですけど、勉強会とか通じてどうやったらもっとよく良いものにできるかとか話し合ってやってます。進化を加速するイノベーションは若手の活躍があってこそ。和歌山太陽誘電は若手社員の力をどこまでも信じている。製品と人を結びつけるようなそういうふうな設備を作っていきたいなと。人に使ってもらいやすいシステム開発ができるようになればいいなと。車の使われる部品っていうのもどんどん増えていくので、そこには力を入れていきたいと。